ってはね、まだ料理できてないですけど、手作りアイテムをもう一つ紹介したいと思います。それはこの中に入ってますまあ言わずと知れた卵入れですけども、この中にあります。で、私が手作りしたものはこれです。じゃん、この中にくるまっております。じゃあ開けますよ。見えますでしょうか、こちら、はい、蚊取り線香でございます。はい、まあちょっと不格好な形ではありますけども、だいぶ前になりますけども、私は除虫菊を育てておりまして、ようやくね、昨年の夏、春にですね、花が咲きまして、ずっと収穫をしておりました。で、収穫したものをですね、乾燥させて、で、そこから粉末に最近ですね、今年になってから走って、で、あとね、蚊取り線香の原料はですね、除虫菊の花と、あと、タブコというですね、タブの木という木の粉なんですけども、それをですね、1対1で練り合わせるんですね。で、まあ、それを水で溶いて、ね、柔らかくしたのをこういう風にですね、形にして乾燥させてるということで、やっとですね、念願の蚊取り線香の自前ができましたちょっと形がこれ悪かったんですけども、もう一つね、蚊取り線香作ってるんですよ。じゃんこれキノコちゃんですね。キノコの蚊取り線香作っていましたはい、まだね、粉あるんで、ちょっともうちょっとね、いろいろな形作ってみたいなと思いますんでね。今日ね、まあ、あんまりね、蚊はまだいないんですけど、ちょっとね、せっかくなんで使ってみたいと思います。あ、ついた。つきましたね。ちょっとよくわかりませんけど、まあ、ちゃんとでもついてますね。ちょっと蚊の気持ちはわかりませんけども、どんな香り、あ、でもね、なんか、ちょっとエキゾチックな香り、やっぱタブコのせいなのかな、なんかすごいいい香りしますね。あ、でもちゃんとついてるんでね、まあ、ちょっと蚊があんまりいないんであんまり意味はないんですけど、ちょっとね、実際にちょっと、まあ、これからね、6月とかその蚊の多い時期にね、ちょっと使ってみたいなと思います。はい、ちょっとまあ焚き火のそばでもあるんで、ちょっとよくわからないですけどね。はい、こんな感じです。火入ってるっぽいんでね、ちょっと元を入れていきましょうか。2袋入ってた。2袋入ってて、あとはない。ただ溶くだけなんだ。よし、入れていこう。どんな味がするのか楽しみだ。お、なんか色的にはなんか味噌をちょっとお水に溶いたような色ですね。ちょっとキノコ入れようかな、もうちょっと。マイタケちゃんを入れて、あといけるか、もう一個すげえ、どんだけキノコ、よし、このようにして OK。 じゃあこれをもうちょっと一煮立ちさせますね。
じゃあね、ちょっとビールは飲んだんで、だいぶ。じゃあね、ビールは飲んだんで、ワインをね、飲んでいきたいと思います。今日持ってきたのはこれです。じゃん。熊オーガニックホワイトブレンド。これをね、桃福さんからいただいたんですよ。これをね、飲んでいきたいと思います。でね、なんでこれを選んだかって聞いたら、ここね、キノコが書いてあるからっていうことで選んでくれたらしいです。はい、ありがとうございます。じゃあね、今日はこれを飲んでいきたいと思います。熊オーガニックブレンド、いただきます。うん、おいしい。さっぱりしてるのかなと思ったけど、結構ね、程よい、なんていうかな、味の奥行きがあるっていうか、うん、美味しい白ワインですね。いや、普通に美味しいです。はい。ちょっとキノコ料理に合いそうですね。ありがとうございます。よし、鍋ちょっともういいんじゃないかなと思うんでね、取ってみましょうか。よいしょ。はい。じゃあ、開けてみましょうか。オープン。おぉ、キノコで何も見えん。来たかな？火が通ったか。鶏肉に火が通ってれば多分大丈夫。どんな味なんだろう。洋風鍋ですけどね。ちょっと味を。あ、でも洋風。和風といってもなんか別に変じゃないな。ポルチーニってこんな味になったっけ。うん、あ、入れる具材で結構いろいろ変わる鍋かもしれないですね。洋風、なんかちょっと和風な感じにもするな。なんかうまいキノコのエキスがもう凝縮されてる感じですね。美味しいです。うん、うん、よし、じゃあね、できてると思うんで食べていきましょう。よし、あ、箸がないじゃん。あ、いってー、いてー、爪楊枝が刺さった。箸は地面に落ちた。ブロッコリーも取ろう。ブロッコリーも溶けてないか、もしかして。うわ、ブロッコリーは溶けてるな。芯だけだ、残ってんの。こんなことあんだ。じゃん、ポルチニ鍋です。じゃあ食べましょう。いただきます。じゃあまずはマッシュルーム。うん、うん、あ、マッシュルームの存在感すごい。あの、キノコってね、いくら煮てもね、溶けるってことがあんまないんですよ。だからね、鍋にはほんと最高な食材なんじゃないかなって僕は思ってます。まあ鍋以外でもですけどね。美味しい、うん、あ、この鶏肉も美味しい。博多地鶏だったな。美味しいです。うん、あ、やっぱ煮込んでても結構味しっかりしてるわ、この鶏肉。うん、美味しい。
おはようございます。現在5時33分ですね。あ、よくちょっとね、なんか溶き卵がなんかわかんないけど冷めましたけど、まあよく眠れましたね。それじゃあね、起きて焚き火していきましょう。蚊取り線香綺麗に燃えましたね。あの大きいなんていうんですかね、ヤブカみたいなやつが来てましたけど、やっぱ線香を焚いてからいなくなったんで、ちょっと効いてるのかなと思いますね。まあわかんないな、ああいう血を吸わない蚊にも効くのかよくわかりませんけど、すぐいなくなったんで、で香りがねやっぱりなんかいいですね。もうちょっとねあるんで、粉をね全部作って使いたいなと思います。実際に、ね、虫の多いところ、蚊の多いキャンプ場とかあればちょっと試してみたいですね。で今日の私の朝ごはんです。じゃん、ガパオヌードルですね。これを食べていきたいと思います。待ちます。ガパオヌードルいただきます。あ、そうよ、まあ、混ぜそば、美味しいけどね。やっぱ美味しいけどな、日本のカップ麺の凄さを知ってるんでね。これ麺が本当はよく売ってるカップ麺の麺だったらすごい感動してるかもしれない。味はねすごくいいです。麺がね本当あの普通のカップヌードルの麺っぽいんでね、これがちょっと違ったら全然また違った感じになるんだろうなって感じですね。美味しいです、はい。じゃあね、今回のあのまあキャンプは、まあ、キノコっていうことでね、あのテーマが急に今決まりましたけども。じゃあね、せっかく夜もね、ポルチーニ鍋を食べましたんで、朝もキノコで行きたいと思います。久々に登場、じゃん。キノコ茶、これを飲んでいきたいと思います。ちょっと多めにスープ感覚で飲んでます。じゃあね、キノコ茶飲んでいきたいと思います。本当これね、お茶じゃなくて本当スープ、うまい。あ、でもなんかちょっと一味、ちょっとなんか味にこうアクセントっていうか締まりつけたいな。ちょっと味に締まりをつけたいな。よし、じゃあちょっとこれ入れようかな。
じゃあいただきます。うん、あ、やっぱうまいな。やっぱこれ入れたから閉まった。あ、皆さんこれ、さっき取ってきたキノコじゃないですよ。これもね、桃福さんにいただいたんですよ。ありがとうございます。これね、あの調味料入れですね。かわいいでしょ。ここから出てくるんですけど、これもね、ちっちゃいキノコみたいでかわいいんです。今日はね、お塩を入れてますけどね。本当はキノコ茶入れようかなと思ったんですけど、ちょっとベトベトしてくっつきそうだったんでやめました。はい、もう塩を入れてますけど、よしね、木で作っててかわいいですよ。ありがとうございます。よし、じゃあね、私はこのキノコ茶をゆっくり飲んで片付けに入りたいと思います。片付けが終わりました。今8時27分ですね。じゃあね、早めに帰っていきたいと思います。じゃあね、ちょっとこれからちょっと用事を済ませて家に帰っていきたいと思います。では今回も見てくださってありがとうございました。またどこかのキャンプ場か野営地からお届けします。